の。もし月にウサギがいたら大騒ぎだよな。ネッシーや雪男の日じゃないぞ。世の中がひっくり返るだろうな。そうかな。世界中の学者が我先にと研究したがるわ。マニアが高値で売り買いしようとするわ。月ウサギグッズが売り出されるわ。もう大変。なあ、そんなの普通のウサギさんと同じように可愛がってほしいのに、特別扱いなんてしてほしくないのに。仕方ないよ、そういうものなんだ。しないでね。なんだよ、そんなことか。安心しろ、頼まれたってそんなことしないよ。約束だよ。うん。あ、わかった。え、なんで月のうさぎさんを誰も見つけられないのか。ん、どうしてだ。大騒ぎされないように隠れてるんだよ。じゃなきゃ誰かが隠してあげてるの。ひっそり暮らせるように。あ、ところでお兄ちゃん知ってた？ネッシーも雪男もどっちもいないんだよ。え？嘘？
よし、できたった。ムツキ、朝だぞ。お兄ちゃん。ああ、なんだムツキ、寝てたのか。ううん。まあ、そっか。入っていいか。うん、そうだね、いいよ。じゃあ入るぞ、失礼します。怖い時や寂しい時や辛い時はこれをお兄ちゃんだと思ってギュッて抱きしめるんだ。私、眠れないんだ。え？エニグマの中にいた時、ムツキ、いっぱい夢見すぎたからかな。一生分の夢を使い果たしちゃったのかな。そんなことはないだろう。マルドゥークはアッシュールとうまくやってるかな。まあよくはわからないけど、お互い馬が合うなら大丈夫じゃないかな。司はどうしてるかな。お兄ちゃん、切られて痛かったでしょ。ごめんね、ごめんね。ムツキが悪いわけじゃない。司を許してあげてね。あの人は今何かに取り憑かれてる。私、なんとかそれをやめさせたいの。でもどうしていいかわからない。ムツキ、お兄ちゃんがサクヤちゃんを探してるように、私は司を探してるんだよ。昔の優しかった頃のツカちゃんを。それだけは分かってね。
もしもし。ああ、日向か？思ったより元気そうだな。なんだ。弥生先生ですか。なんだとは随分なご挨拶だね。弥生、寂しい。で、何の用ですか？受けなかったか。まあいい。なあ、日向。少しは学校に来たらどうだ？睦月も連れて。家で腐っててもしょうがないだろう。学校ですか？兄ちゃん、今日は。ああ、そうだな。ん？なんだ？あ、こっちの話です。せっかくですけど。とりあえず今日はやめておきます。そっか。だが、どうしてだ？私が嫌いになったのか？あのですね。睦月はもともと登校拒否の毛がありますし、第一、今の僕は戸籍上青い日向じゃないですから。やらなきゃならないこともあるし。だが、その家は危ないんじゃないか？前みたいにうちでかくまってやるから来ないか？妹さんと一緒でも全然構わない。いえ、今はこの家を守りたいんです。そうか。まあ、そういう気持ちはわからないでもないが。ごめんなさい。おい、ひなた？じゃあ私、支度するね。わかった。トーストはここに置いとくからな。ちゃんと食べるんだぞ。うん。ありがとう、お兄ちゃん。コーラでよかったかな。うん、ありがとう、お兄ちゃん。なあ、母さん、睦月が帰ってきて喜んでたな。うん。ただいま、ママ。睦月？本当に睦月なのかい？僕が保証する。本物だよ、母さん。
ひなた、あんたも生きていてくれたのかい？うん。心配かけてごめんなさい。僕もいろいろあって、今まで連絡できなくて。いいんだよ、いいんだよ。帰ってきてくれただけで。お兄ちゃん、ママ、よくなるよね。よくなるさ。ムツキが帰ってきたんだもの。うん。そうだね。せっかくムツキもひなたと帰ってきたというのに、お父さんたら、どうして来ないのかしら。ね、父さんは。そう。やっぱりあれは、夢じゃなかったんだね。なあ、ムツキはどこまで知ってたんだ？え？母さんが言ってたこと。ひなた、ムツキ、よーくお聞きなさい。お父さんはあなたたちを本当に大事に思っていたのよ。だったら。お兄ちゃん。でも。まあ。わかったよ。お母さん、お父さんの話を続けて。お父さんはね、あなたたちのために研究にのめり込んでいたの。わかってあげて。でもおかしいじゃないか。本当に僕らのためなら、僕らのことを理解する時間をもっともっと取ってくれたと思う。だから、母さんが言ってた僕らのためっていうのは、そういう意味じゃないんだろう。私は、何も。隠し事するなよ。あの時レムを通じて、学校の屋上に僕を招いたのは、ムツキじゃないか。ちゃん、ムツキだって覚えてるはずだ。昔あの場所へ僕たちを連れて行った父さんが、なんて言ったか。あそこには一体何があって、それが僕らとどういう関係があるというんだ。それは…なんだ。ひどい。よし。ウサタンは星になっちゃったんだね。でも、だって。いいんだよ。こういう時はいっぱい泣けば。だって、お姉ちゃんだって。お姉ちゃんだって。
咲夜。え？ちゃんと埋めてやろう。うちは近くなの？うん、ただただ私がきちんと鍵をかけなかったから飛び出していっちゃって。そう、本当にどうもすいません。いや、当然のことをしたまでですから。ここを直しておけばもう大丈夫ですよね。ええ、まあそうですね。ウサタンにお別れを言おうね。お兄ちゃん？タクシー。どちらまで？とりあえずそのまままっすぐ、それから指示通りに走ってください。おお。お兄ちゃんどうしたの？お兄ちゃんってば。お願いします、時間がないんです。 OK、 のんなよあんちゃんたち。100メートル先を右に。100メートルね。そらよ、ありがとう。ムツキ、支払いは頼んだ。え？ちょっと待ってよ、お兄ちゃん！
なんだお前、俺の車に何してんだ。そっか、あんたの車に間違いないんだな。あんだとこら、なんか文句でもあんのか。さっき公園の前でウサギを引いただろ。知らねえよそんなこと。僕は見ていた、この車がウサギの命を奪うところ。せえな、たかがウサギぐらいで。せえな、たかがウサギぐらいで。誠意を見せるんだな。さもないとネットや電波を通じて今の映像を世界中に流す。くそ、このふざけんな。少し行きたかっただろうに。僕は何を。助けてください。
兄ちゃん。ああ。IT 関連の多国籍企業エクサーク社を狙った一連のテロ事件の首謀者で、狂気準備集合、騒乱、殺人、威力業務妨害、生体電脳改ざんなどの容疑で、全国に指名手配中の出雲司23歳が国外へ逃亡した疑いが強いとして、警視庁は ICPO 国際刑事警察機構を通じ、同容疑者を国際指名手配しました。出雲が？殺人か。人殺し。なあ、ムツキ。ん？ムツキは、なんでここにいるんだ？え？出雲司のそばにいたい。だからこそ2年前、家出したんだよね。うん。それはそうだけど。だったら。だって、こんなことになっちゃったし、居場所もわからないし。もしかしたら、僕が出雲を追い詰めないように真実から遠ざけようとして。お兄ちゃんだって。え、僕が何？お兄ちゃんはどうしてここでただ腐ってるの？なんだって？おかしいよ。さくやちゃんを探しに行くって言ってて、結局何もしてないじゃない。それは手がかりがないから。嘘。だってお兄ちゃんは本気で探してないもん。本気で。力を解放しないの？それは。それに咲夜ちゃんのこと本当に見つけたいんだったら、弥生先生とかいろんな人にもっと聞き込みとかできるよ。それは。
ちゃん。大丈夫だ、大丈夫だから。でも本当に大丈夫なんだ。一人にしてくれないか。そう。日向の部屋って息が詰まりそうだから、緑の一つも置いたら？おいサボテン、お前サクヤがどこにいるか知らないか？あれ、
なんだって、まさか。あるいは。お兄ちゃんは本気で探してないか。トースト2枚で足りる？もう、お兄ちゃん、私ってそんなにいっぱい食べるように見える？むしろたくさん食べて大きくなれよって思う。あ、お兄ちゃん、デリカシーって言葉をどこかに置き忘れてきたでしょ。は？なんで？あのさ、ん？今日は学校に行ってみようと思うんだ。弥生先生にもいろいろ話を聞きたいから。うん、いいと思うよ。だからムツキも一緒に行かないか？え？でも私、高校には通ったこと一度もないし。大丈夫だよ、学籍はあるんだし。でも授業を受けろとは言わないから。僕だって戸籍では部外者なんだし。それよりも一人でうちにいてもつまらないだろ。ないんだから。発車します。お
立ちの方はお近くの手すりかつり革にしっかりおつかまりください。次は教科学園前、教科学園前。お降りのお客様は。お兄ちゃん、お兄ちゃんってば。え？もう。次、止まります。失礼します。おや、ひなたくんじゃない。昨日はいきなり電話を切られて、弥生とっても悲しかったのよ。弥生、今もそんなことやってんだ。あら、ムツキちゃんと来たんだ。感心感心。お兄ちゃんがどうしてもって言うから。ふん、なるほどね。どうした？怖い顔して。今日は弥生先生、というよりアヌンナキの創始者であるアヌに話を聞きたくて来ました。そうか。場所を変えよう。ここでは満足にタバコも吸え。クローバー、だいぶしおれてますね。あの後立ち入り禁止になったからな。誰も管理してなかったんだ。それで何を聞きたいんだっけ？僕はなんだかいろんな人に踊らされてる気がするんです。すべてを始めからきちんと教えてください。私が知らないことだってたくさんある。中には事実ではなく
推測も混じっている。それでもいいかな。構いません。僕は先生を信じています。まあ、そうか。じゃあおさらいしてみよう。ことの起こりは、私が大学生だった頃に作ったちょっとしたコミュニケーションツール。それには IC 以外には解けない暗号文が隠されていた。その暗号を解いて秘密のアドレスを手に入れて私のところに訪れたのが司とメグだった。のこと、リアルネームめぐみっていうの。私たちは IC が異端視されない IC のためのコミュニティとしてバビロンを作った。そして訪れたエレシキガル、ナブー、ネルガル、そしてアカリ。これはイシュタルのことね。彼らを仲間に加えてバビロンの管理チームアヌンナキを結成した。結果バビロンは大きく発展し、口コミでユーザーも増えたわ。めでたしめでたしと言いたいところだけど、大きくなりすぎたバビロンはサーバの能力を超えてしまい、2029年、ついにプロバイダからバビロンのサービスの停止要請が通達されたの。私が司に出会い、その誘いでアヌンナキに入ったのがちょうどその頃でしたね。みんなバビロンを延命させるために必死だった。エクサークがスポンサーになったのもその頃ですよね。ああ、バビロンを残せるならと私たちはエクサークをスポンサーとすることに賛成したわ。ただ一人エレシキガルを除いて、彼らには箱舟に乗る資格もないのですから。そんな言葉を残して私たちの同志は去っていった。今にして思えば、アヌンナキの崩壊はこの時すでに始まっていたんだわ。でもバビロンの無事存続を喜ぶあまり、私たちは気づかなかった。エクサークの莫大な資本と派手な宣伝、新しいサーバーに採用された試作型の量子コンピュータの力によってバビロンは大いに繁栄したわ。この時、出雲と睦月という天才プログラマー二人がチームを組んで生まれたのが、バビロンの管理コンピューターに宿る真の AI、マルドゥーク。元気にしてるかな？そうね。きっと二人なら大丈夫よ。
けど、エクサークのやり方はあまりに商業主義で、司はそれが気に入らなかった。司は反抗するようにエクサークにクラッキングを繰り返して、その暗部を暴いていったようだったわ。もっとも、これは後で知ったことだけど。私も途中まではそれは知りませんでした。司は全ての秘密を抱え込んで見ていられなかった。ムツキ、お前ともかく、エクサークの参入から1年後、突然、バビロンは切り捨てられた。マルドゥークは停止し、世界の大半は破壊された。多くのユーザーは、バビロンに見切りをつけて去っていった。それに絶望して、メグがアヌンナキを抜けると、もう歯止めは効かなかった。ナブー、ネルガル、アカリ、そして私もバビロンを去り、アヌンナキは解散したのよ。残ったのは私と司だけ。でもそれはもうアヌンナキではなかった。ええ、一部の根強いユーザーが有志で私たちを助けてくれました。病に侵されたエレクトロニクス環境を癒す、そんな思いでイードクは発生したんです。そうだな。そして司は彼らを先民として愛し、バビロンを復活させた。エンリルが事実上の唯一神となったわけだ。月の女神が影に隠れることによって、それは、そしてシャドウに命を与えるシステム、アイオート、ユーザーとシャドウ、つまりリアルとバーチャルをつなぐインターフェース、エニグマが作られた。残った二人の神々、司とムツキによってね。私たちにはそれが必要だったんです。そうかもしれない。今バビロンを管理しているのは私が復活させた神聖アヌンナキだけど、あの頃とはやっぱり勝手が違うわね。一つ聞きたいことがあるんですけど。うん、何かな。昨夜のこと、何か知りませんか？昨夜？ああ、日向といつも一緒にいた川原昨夜か。あの事件の後、確かに行方不明になっているからな。何でもいいんです。昨夜について知ってることがあれば教えてください。アヌンナキにナブーという IC がいたことは説明したっけな。ねえ、名前だけですけど。あとはエクサークに引き抜かれたとか。ナブーのリアルネームは川原トールだ。え、川原のおじさんがナブムツキは知っていたのか？そりゃ私も一応アヌンナキの末席を汚していたわけだし。
ナブーはアヌンナキを脱退した後、エクサークに行っただけでなく、新しい量子型コンピュータ、アッシュールの管理者になった。再起動したマルドゥークを殲滅するために、アッシュールをけしかけたのも、エクサークとナブーの仕業ね。ついでに言えば、エクサークがバビロに関わっていた頃、マルドゥークの調整をする外部スタッフとして、シャマシという男がいた。シャマシのリアルネームは青井光彦。そう、あなたたちの父親よ。え？なんてこった。父さんもバビロンに関わっていたなんて。それは？これって先生、よくわからないんですけど。ん？父は昔、この屋上のクローバーを見せに、僕とムツキを連れてきてくれたことがありました。そして、これには輝かしい未来がと言っていたんです。このクローバーを？本当か？ねえ。毎日生徒が遊んでいて何ともないわけだから別に変なものじゃないとは思うけど。気になるなら分析してあげるわね。お願いします。ネルガルにも相談してごらんなさい。え？あの店の？彼情報屋だから役に立つわ。一筋縄ではいかないひねくれ者だけどね。ああ、なるほど。そうしてみます。ありがとう、弥生先生。いいのよ、このくらい。私と日向くんの仲じゃないの。どんな仲なんですか、まったく。じゃあ先生、僕たちはこれで。あ、はい。また来なよ。保健室の常連がいないと寂しいからな。わかりました。じゃあ行こう、ムツキ。ムツキ。あ、うん。ネルガルのお店に行くんだよね。そうだけど。じゃあ早く行こう、お兄ちゃん。時間がもったいないよ。おい待てよ。頑張れ、少年少女よ。
小僧と進化。何の用だ。弥生先生に聞いてきました。あなたならきっと真実を教えてくれるって。あのね、面倒をこっちに押し付けやがったな。勘違いされたら困るから言っておくが、俺はエクサークとアヌンナキどっちにもつかない。あくまで中立だ。あんたの立場がどうだろうと、こっちは知ったことじゃないんだ。お兄ちゃん。あ、ごめん。そんなに凄むなよ。嘘でいけねえや。すいませんでした。僕はただナブ、川原徹について知っていることを全て教えてほしいんです。ナブーだと？私も真実を知りたい。元アヌンナキの一員として。ナブーはコンピューター以外には何も興味はない。そういう感じだったな。実際はそれだけの男じゃねえが。やっぱりね。物事を裏からも見て、常に自分に有利なようにしようと画策するマキャベリスト、そういう男ぞ。エンリルも危なっかしいが、ナブーに比べりゃ直情的なだけマシだった。アヌンナキの中ではナブーが一番賢能だよ。何考えてるかわからねえ。あなたも物騒だったけど、何考えてるかわかりやすかったわね。ちげえね。サスタバ次第でどっちにでも願えるからな。先を続けてくれないか。まあプログラムの技術に関してはナブーはアヌンナキの誰よりも上だ。俺はもちろんエンリル以外の三騎士でもかなわんだろ。匹敵するのはエンリルとエレシュぐらいだ。あとはイシュタルのジョーちゃんとシンがどうにか追いつけるかってとこだったが。私はそんな。史上初のシンの AI を育てたお方が何をおっしゃいますかね。さてナブーがどこでそれほど腕を磨いたのかってことだが、何のことはない。ナブーはもともとエクサークにいたのさ。アヌンナキに入った頃は確かにフリーだったんだ。ま、要するに元の鞘に戻ったわけだ。だったら以前エクサークにいた頃、ナブーは何を研究していたか分かりますか。詳しいことは分からん。ただ俺が個人的に調べた範囲じゃ、シャマシュ、つまりお前さん方の父親と同じ研究チームだったし。そうだったのね、お父さんと。もっともナブーはそのチームを10年前に辞めてるがな。
正直エクサーク絡みはあまり詳しくはわからんが、骨もあるにはあるんだが、秘匿レベルが高すぎる。ガードが厳しすぎるんだ。エクサーク、やっぱりただの企業じゃないのよ。エクサークには秘密結社めいた匂いがある。まあナブーに関してはそんなもんだが、他に何かあるのか。もう一つ、川原咲也という女の子がどこにいるかを知りたいんです。ナブーの娘か。行方不明だそうだな。ねえ。悪いが俺だって神様じゃない。そいつは今すぐにはわからねえ。情報が入ったら教えてやってもいいが。お願いします。わかった。ということでだな。はい。情報料を払ってもらおうか。俺は情報屋だからな。小僧は前に治療もしてやった付き合いだから、特別に1割引きで。おいくらでしょうか。こんなもんだ。なんですかそのめちゃくちゃな金額は。何を言いやがる。今時探偵を雇って調べてもこのぐらいはかかるぞ。分割払いとかは。うちはいつもニコニコ現金払いよ。ねえネルガル。なんだ。サービスがいい方がリピーターを呼べると思うんだけど。情報を集めるのはただじゃできねえ。これ以上安くしたらこっちが冷やがっちまうぜ。ふーん。今度レムズフォーチュンテリングにネルガルに相談したらめちゃくちゃボラれたって相談しに行こうかな。しばらく見ないうちにめちゃくちゃ性格悪くなったんじゃねえか。情報を操るのはネルガルだけの専売特許じゃないのよ。おねえさまに言いつけちゃおうかな。さくやちゃんのことあんまりわからなかったね。まあでも多少は手がかりが見つかった気がする。それ言うなら、チェシャー猫でしょ。でも半分だけ消えてて、半分だけ見えてたんだよ。
それで笑ってたんなら、チェシャー猫だよ。俺、本で読んだもん。私だってテレビで見たんだから。どっちでもいいけどね。月の猫かも。ウサギじゃなく？まあどっちにしろ架空の存在じゃないか。もうまた昔のつまんないお兄ちゃんに戻っちゃったの？いいだろう別に。よくないよ。ムツキ、外から帰ったらちゃんと手を洗えよ。バイ菌やウイルスがついてたら大変なんだから。ウイルス？ウイルス。もしくはビールス。そんなのいないもん。だったら、どうして人は病気になるんだよ。病気は、妖精さんや精霊さんのいたずらだもん。アホ、アホ！病気は病原菌の仕業だ。いいか、空気中には目に見えない微生物がうようよしてて。お兄ちゃんはそれ、見たことあるの？いや、それは、ないけど。でも百科事典にはちゃんと載っていて、偉い学者もそう言ってるし。月のウサギだってちゃんと本に出てるよ。偉い人だってそう言ってるもん。あのな、ただいま。ただいま。今日も疲れたね。うん。ムツキ。何お兄ちゃん。ムツキは僕が知らない何を知ってるんだ。え？どうして隠してるんだ。別に隠してなんか。もしかしたらそれが昨夜を探す手がかりになるのかもしれないだろう。ムツキ。一晩考えさせて。お願い。わかった。おやすみね、お兄ちゃん。待てよ。なんだ、これ。
はよう、お兄ちゃん。なあ、おはよう、ムツキ。お兄ちゃん、外を行かない？どうした？できたら、ここじゃないところで話がしたいから。そうか。そうだな。じゃあ。その、何から話したらいいのかな？ムツキが話しやすいところからでいいよ。僕は知らないことが多すぎるから。撫でてみればいい。え？いいのかな？いいのかな？うん、いいよ。What?
まさか。ねえねえ、このウサギ、あの時のウサタンだよね。うん。え？でも、あの時のウサタンは？うん。昨日、ウサタンのお墓にお花をお供えしに行ったの。そしたら、知らないお姉さんが来て。え？どんな感じの？ねえ、お姉ちゃんよりちょっと年上な感じだったよ。それでね、髪をこう広い紐でくくってたの。それでウサタンはどうしたの？うん、そのお姉さんにね、ウサタンが死んじゃったって言ったら、かわいそうにってお墓を撫でてくれたの。それで？そしたら近くにいた黒い服の人に呼ばれて、そのお姉さんは黒くて長い車でどこかに行っちゃったんだ。バイバイ、元気でねって言って。それでね、それでね、お姉さんにバイバイってして振り向いたら、お墓がモコモコって動いて、ウサタンが出てきたの。それってやっぱり生き返ったってことなの？これやるから、もう泣くなよ。怖いとき、寂しいとき、辛いときは、これを僕だと思ってギュッと抱いてればいい。このウサギは、ナナで、ヒナとは友達で、どこへも行かない。ああ、そういうことだ。むきゅ。お兄ちゃん、携帯鳴ってるよ。あ、もしもし。ひなたか。なんだ、弥生先生ですか。どうしました？昨夜の城女の子を見かけたという話を、今日にも聞いたんだよ。え、どこでですか？昨日、強化学園の屋上にいたときに。
すぐに行きます。おい、ムツキ、学校に行くぞ。サクヤちゃん、戻ってきたの？わからない。でも学校の屋上にいたらしいんだ。あ、それって、ああ、来たか。先生、サクヤは？目撃されたのは昨日のことだ。それはともかく、ちょっとこっちへ来てくれないか？ああ、これは一体。たった一日で見違えたようだろ。私も何があったのかと驚くしかなかった。うちの教育支援員が階段降りていく後ろ姿を見たっていうの。ウサギの耳にくる髪を結っている女の子はね。お兄ちゃん、これもやっぱりサクヤちゃんが？ふーん、これもということは他にも似たようなことがあったのか？はい、実は。なるほどね。だったら死んだと思い込んだだけで気絶していたということはない？飼い主が実際に墓から出てきたと言ってますし、この腕のセンサーで調べたんです。ひどい損傷で確実に即死でした。それに土の下に埋めて丸一日後に蘇生するのは通常の仮死状態では考えられないでしょう。別のウサギという可能性もあるんじゃない？それは…どうした？いきなり…ヒーガ…なんだって？ヒーがおそらく同じウサギだと言ってます。ゲノムの情報から言って。そうか、君はまだヒーとリンクしていたのか。以前ほど完全なリンクじゃありません。時々ヒーが情報を教えてくれる、そんな程度です。そうなのか？まあいい、今はそれをとやかく言う時ではなかろう。ともかくそのウサギをサクヤらしい女の子が蘇らせたと。このクローバーと同じように。そういうことになるんでしょうね。でもサクヤちゃん、どうしてそんなことが？まあ、考えてもわからないことは考えてもしようがない。私はそれより彼女の出現の前後に現れた黒服の男の方が気になる。こっちにも来てたんですか？ああ、あれはエクサークのリムジンだろ。実際この学園も司法のほとんどはエクサークから出ているわけで、理事長も役員なわけだし。そっか、どうしてそんなことに今まで気づかなかったんだろう。お兄ちゃん、以前からおかしいとは思っていた。
強化学院に IC が多すぎる。同年代の平均値から考えればありえない人数が集まっている。それが偶然じゃないとしたら、エクサークは何か目的があって IC を集めた。そして強化学院はその目的のための実験場だった。川原のおじさんはエクサークで働いている。そして僕たちの父さんも。ナブー自身を知っているかどうかは分からないが、昨夜は何らかの目的のためにエクサークに利用され軟禁されていると考えるべきかもしれない。昨夜が望んでエクサークに協力しているとは思えない。だったら僕は昨夜を救い出す。お兄ちゃん、ムツキはどうして火の力を使わないのかって言ったよね。僕は火が、その力が怖かったんだ。僕が僕でなくなる、そんな気がして恐れていた。でももう惑わない。火の力すべてを借りてでも昨夜を解放してみせる。ひなたか？お兄ちゃん、本当にいいの？むつき、お兄ちゃんは昨夜ちゃんのために何もかもをかけることができる。どんなことをしても、何があっても、僕は昨夜を取り戻す。そう。なら、私もお兄ちゃんに本当のことを話す。今まで、どうしても言えなかった、私たちの真実を。ちょっと私はヤニの補給でもしてくるわ。先生、心配しないで、私はそんな野暮じゃないからさ。やよい、まあごゆっくり。ごめんね。ほい、じゃあ私はその後クローバーの調査にでも戻るとしましょうかね。なあ、ムツキ。ん？お前の言う僕たちの真実って何なんだ？うん。あたしたちの秘密。それは、私とお兄ちゃんが一卵性双生児だってこと。だから遺伝子的にもほぼ 100% 同じ存在。え、ちょっと待って、だって僕は男でムツキは女じゃない。普通はそうなんだけどね。受精の時、不完全な Y 染色体のフラグメント、つまり断片が紛れ込んだの。え？それって。私はそれが活性化しなかったから女になり、
お兄ちゃんは活性化したから男になった。その差があるだけで、私たちはもともと同じ人間だった。でもそれは今回の事件とどう関係があるの？私たちには生殖能力がないのよ。青池は私たちの代で終わり、子孫は生まれない。まさかそんな。だからパパは遺伝子の配列をナノマシンで操作して、僕たちのため、パパの部屋にあった書類をこっそり読んだの。ショックだった。まさかって思った。だって自分がそんな体だなんて思えないでしょ。だから私はパパが私たちのことを心配してるのは知ってたの。でもそれが成功するなんて信じられなかった。信じてなかった。だから。まさか。わかるでしょ。まさかそれでお前は相手が出雲でもいいと思ったのか。つかちゃん、つかさは私たちとは違うけれど、肉体は女だけど脳は男だから、私の心の痛みをわかってくれた。そんなつかさだからこそ私は惹かれたんだと思う。そんな。そういうお兄ちゃんこそ、ちゃんと慕ってくれるさくやちゃんにきちんとしてあげられなかったじゃない。それはどうして？どうしてって。お兄ちゃん、本当は女の人に興味がないんじゃないの？違う。僕は男だ。ただ昨夜の気持ちを受け入れる勇気も自信もなくて。父さんは仕事漬けだし、お前はいなくなるし、母さんは倒れちゃうし、うちは家族崩壊寸前で。だから僕は誰かを受け入れる覚悟がなかった。幸せにできると思えなかった。僕もまた新しい崩壊過程を作るんじゃないかって。お兄ちゃん、ひどいこと言ってごめんなさい。いや、いいんだ。ムツキは今まで僕のことを思って黙ってたんだろ。Thank you.
待てよ。お兄ちゃんも気づいたのね。まさか昨夜の力はそのナノマシンとかのせいなのか。 DNA を修復するって、もしかしてそれで死んだウサギや枯れた草が命を取り戻した。お父さんと川原のおじさんは共同研究をしていた。もしそれが成功していて朔也ちゃんの体内に宿っているのだとしたら。くそ、なんてこった。わからない。そうかもしれないけど、今度のはなんだか勝手が違う。お兄ちゃん。そろそろお目覚めの時間ね。あなた、エレシキガル？エレシキガルなの？お久しぶりね、シン。目覚めってどういうことだ。僕はまだ悪い夢を見ている途中なのか。いいえ、自分の力に覚醒なさいと言っているの。まあそういう意味では確かにあなたは今まで眠っていたようなものね。眠れる獅子のように。お兄ちゃん大丈夫？でも古代オリエントでは王者は獅子を飼ってその威厳を示したのよ。あなたにもようやくその時が来たというわけ。僕は君のことを知らないけど、君は随分と僕のことをよく知っているような口ぶりだな。まあ無理もないわね。私が知っているのはあなたというよりあなたの魂だから。魂？そうか、火だな。火のことを言ってるんだな。よくわからないけれど、わかったことはある。僕はその事実を受け入れるよ。総攻撃だ。君と僕と、それから僕たち仲間のすべての力を使って、エクサークを落とす。だったらよく知っておいてくれ。僕は君で、君は俺らしいからな。もちろん昨夜の居場所の特定を同時並行で行う。そんなことをして気づかれたら、彼らは昨夜をどこかに移送するかもしれないし、最悪の場合殺すかもしれないだろう。重要なことは、これが救出作戦だと思われないように進行させなければならないということ。おい小僧、ナヌから連絡もらって調べてたんだな。えらいことが分かったぞ。ネルガル、
いきなりどうしたんです？なんだか震えてない？バカ野郎、こいつは無茶ぶりってやつだ。言い訳はいいから何があったか教えてよ。こいつは手厳しいな。ムツキ、今は茶化すのはなしだ。お兄ちゃん、全てはアヌの推測通りだった。エクサークは確かに綿密に計画を立て、最初からある目的のために強化学院を作ったんだ。入学試験はダミー問題で、学園の採用基準は IC であるか否かだったんだ。あいつらは天才ハッカー、ディルムンたるアイゼア・ナージの事件で新世代に適応できるのは IC だけであると素早く見抜いたんだ。そこで IC のみを対象に、自分たちの都合に合わせたエリート教育を施して次世代を思うがままに操ろうとしたってわけだ。だとしたら、あの屋上のクローバーは？あれは一種の誘導剤の原料として使われていた。 IC の発現率を高めるためのな。エクサークが量子コンピューターの開発にどこよりも力を注いでいたのも、新世代の IC がフルに能力を発揮できる環境を整えるためだな。そんな誰にも知られずに進行していた陰謀なら、何がエクサークの計画を頓挫させたんだろう。誤算？量子コンピューターが自意識を持ってしまったことよ。そう、これまでのノイマン型コンピューターは単純計算しかできなかった。しかし、量子ビットによる量子計算によって、量子コンピュータは多世界解釈ができるようになったわ。それによって人間の脳の特徴である類推や類似の把握ができるようになり、結果的に創造的思考が可能になった。つまり人間の頭脳はもともと量子コンピューターなのよ。だからこそ私と司は人間とコンピューターの相互インターフェースであるエニグマを作ることができた。エクサークの野望がそこまではっきりと分かってるなら、サイバーフォースに連絡したらいいんじゃないのかな。考えると、これ以上は確かなものはないっていうぐらいの推測だが、全部状況証拠だ。そうね。第一、
機械が意思を持ってますって話を納得させなきゃならないでしょ。そんなおとぎ話みたいなこと一体誰が信じてくれるって言うんだ。確かに。でもそうだ、物的証拠なら弥生先生がクローバーの成分を調べているから、その結果が出さえすれば何かわかると思う。そうよ、きっとそうだわ。お父さんはあのクローバーに何かメッセージを託していたから。なんだって？それは参ったわね。え？どうして？あのな、アヌも小僧もサイバーフォースとエクサークからずっとマークされてるんだ。あの新種のクローバーは普通に接触しても、仮に飲食しても特に何も問題は起こさない。木を隠すには森の中ということわざ通り、エクサークは何でもないように学園の屋上に置いてカムフラージュしていたわけだ。だが調査されるっていうのは彼らにとっちゃ不測の事態だ。通り一遍の調査なら問題ないが、ウイルスレベルがわかるナノ顕微鏡で操作されるとなりゃ話は別だろう。それでお父さんは私たちをこの空中庭園に連れてきたのね。ああ、やっぱりそうだ。エクサークの連中実動部隊を雇ってやがる。ネットに左右されないリアルからアヌを殺すつもりだぞ。なんだと？おい、アヌはどうするんだ？行きます。なんだって？ちょっと待てよ、おい！仕方ないわね。アヌを守りながらエクサークを攻撃だなんて無理だもの。アカリとエンリルには私から連絡しておくわ。司に連絡が取れるの？だったら愛してる、ちゃんと生き延びてって伝えて。ムツキ。わかったわ、任せておいて。ありがとう。だったら私はマルドゥークに知らせて。まったく、何なのよもう、このか弱い乙女相手に最後どこか寄ってかかって。いたぞ。あ、やば。何事？警察のヘリ見当たる野郎か。間に合うかどうかわからないけど。ここか。フリーズ。チッ、アヌ無事か？今日はまたずいぶん派手な登場ね。機動隊はともかくそっとまで連れてくるなんて。しょうがないだろ、うちの連中はコンピューター絡みがメインで荒事にはあまり慣れてないんだ。あんたはそうでもないみたいね。一体昔はどこで鳴らしたんだか。どうせなら見直したって言ってほしいもんだ。了解。
たった一人に連中も大げさなこった。マークしてたにしてもよく私の危機に間に合うように駆けつけられたわね。それだけ君のことをいつも気にかけてるってことだよ。たく、あんたが市場で動くような玉じゃないことぐらい知ってるわよ。いや、今度ばかりは刑事生命をかけた市場でね。え？康介が、息子が夢枕に立ったんだ。あんたを救ってくれってな。そう、なの？罪滅ぼしのつもりもあったのかもな。もっとあいつのことをしっかり見て話を聞いてやれば、あの事件も避けられたんじゃないかって。もう自分を責めるのはよしなさい。そうだな。でもまあ、君らがしょっぴかれないようにするのは苦労したんだぜ。特に公安がうるさくてな。永遠のグレーゾーン。確かに今回はちょっとばかりそれを踏み外したかも。苦労かけたわね。ごめんなさい。苦労も苦労。この大掛かりな緊急出動だって何もなかったら俺の首が危ないところだった。はっ、あんたの首なんて何さ。まあ確かに大したもんじゃないが、ないとキスするにも困るんでね。一体誰とするつもりなのよ。まったく、この間までは地獄の猛女みたいだったくせに、よくそこまで立ち直ったものね。なあ、息子にな、生きろって叱られたよ。肉体がある限り生き続けろってな。ふん、亡くなった息子さんにまで葉っぱかけられるなんて、だらしない父親だわね。まったくだ。私もあんたに、葉っぱかけてあげる。え？おい、そりゃ。臨時ニュースを申し上げます。今入った情報によりますと、IT 関連企業のエクサーク日本支社にこれまでで最大規模のサイバーテロが行われている模様です。またこのテロ行為に関連してクリミナルの代表イシュタルの名で声明文が出されており、エンジェル様、準備が整いました。よし、シン、この場は任せる。はっ、心ある者たちよ、聞け、そして見よ、世界にエクサークがどれほどの害悪をなしたかを、彼らがどれほどの犯罪を犯してきたかを。最初のイマジナリチルドレン、アイゼア・ナージは彼らに監禁酷使されて自ら命を絶った。量子コンピュータの開発に携わった技術者たちもまた事故という名目でエクサークに殺された。ただ機密を守るためだけにだ。さらにサイバー化した者にとって拒絶反応抑制剤が麻薬的効果をもたらすことを知りながら一切公表せずに販売を続けた。そして我々 IC に歪んだ教育を植え付け世界を牛耳ることを望んだ。時は来たれる。同志たちよ、武器を手に立ち上がれ。我々の世界にあだなすエクサークに今こそ天に代わって裁きを与えるのだ。
兄ちゃんとヒーに力を貸してあげて。分かったわ、ママ。アシュール、偽りの仮面を外す時が来たのよ。分かった。今こそこの僕の力を君に捧げよう。なぜシャッターを開ける？防壁の制御が何者かに奪われて。敵の数が多すぎる。至急救援を。一体何がどうなってるんだ。今だ、突入せよ。真の自由人であるイマジナリーチルドレンの手に世界の未来を。新世代の箱舟の名を語ったエクサーク。元より彼らに箱舟に乗る権利などなかったのよ。サクヤ、どこだ？君はどこにいる？マルドゥーク、アシュール、君たちにもわからないのか。私のデータには怪盗の人物はいません。それは僕にも知らされていない。どういうことだ。エクサクのメインフレームである君が知らないなんて。使っちゃった。そんなところは基本中の基本だぞ。いい考えだと思ったんだけどな。昨夜みっけ。あれ？僕の部屋かな？
ここにもいない。昨夜来なかった？ううん、見てないよ。おかしいな。負けでいいから出てこいよ。おやつの時間だぞ。わーい、おやつおやつ、私も食べる。え、昨夜どこにいたの？日向とむつきちゃんの部屋を行ったり来たりしてただけだよ。家にもナナがいるの？ナナっていたじゃない、ウサギさん。月ウサはお兄ちゃんが去年のクリスマスにくれたの。怖い時や寂しい時はこれをお兄ちゃんだと思いなさいって。うん。私の時と同じこと言ってる。だってそういうものじゃないの？しかも私より先にむつきちゃんにあげたんだ。それはたまたま。ひなたのバカ、解消だし、僕ねえし、浮気者。Thank you.
量子コンピューターマルドゥークとアッシュールの手に、新世代のイマジナリーチルドレンの、まさしく新しい世界の始まりだ。キーが勝とうが、エクサークが勝とうが、コードが勝とうが、そんなことはどうでもいい。結果は変わらない。今古き世界は滅び、新生するラグナロクの手、それで昨夜最重要のキーパーソン、新時代の女神として世に君臨するだろう。そしてこの全てを操作し成し遂げたのはこの私だ。何度危うい目に遭い死にかけたことか。だがその度ギリギリの綱渡りで乗り越えてきた。そう、世界は今革新されるのだ。生物的な脆弱性を排し、理想的なテクノロジー主体の未来へとな。おや、君はシャマシュ、いや葵さんと呼ぶべきかな。お好きなように。久しぶりだね、川原君。なるほど、アッシュールによって再起動させられたシャドウというわけ。それはこの際どうでもいいことだ。それより私の研究成果を自分の娘に注入するとは、なんという恥知らずな科学者だ。今の君ならジェンナーすら見下して通り過ぎることだ。確かにな。ジェンナーが死闘をまず自分の息子に摂取して実験したというのは事実無根であることに発覚していた。だがその伝説は後世の真剣な科学者たちにとって模範となったのだ。だから私は自分のやったことを悔いてなどいない。私の成果を横取りしたことは許そう。貴重なナノ実験体を人体に入れて生き延びさせてくれたことに感謝してもいいくらいだ。だが物には限度というものがある。この世界は壊してよいものではない。多くの子供たちが希望を持って生きていかなければならない世界だ。君は少しやりすぎた。やりすぎたのは君の息子の方ではないか。聞いたかなんだか知らないが、辺り中に破壊をもたらしている。違うかな。川原君、やはり研究テーマについて語り合った時代から君とは意見が合わないのは全く変わっていない。しかるでは私の方も実力を行使させてもらう。そんな姿で何ができるというのだ。君の娘さん、つまり咲夜ちゃんはもうすでに解放したんだがな。見つけた？どうしていきなり。
ないで。消え失せろ。どいてくれ。無駄な接触はしたくない。ソーシャルエンジニアリングとかいうやつでね。バカな、貴様にはすでに実体はない。どうやって物理的な障害を乗り越えるというのだ。実体がなくともプロジェクターで姿も現せるし声も出せる。私がいなくなって研究室の全てを掌握できたと考えているのか。違うという。残念ながら君に忠実なふりをして、それでもなおかつ私に忠実であり続ける部下というのが、この世の中には存在するのだよ。そんな、まさかダブルスパイ。貴様にそんな高等な技が。人徳の差というやつだ。ま、君も早く子離れすることだな。未来の世代は私たちの都合でレールを敷くものじゃない。彼ら自身に選び出させるものだよ。死人が何を偉そうに。何それは。まさかこれを押す日が来るとは思う。
思わなかったか。バカな真似はやめるんだ。量子コンピューターの恩恵で人格を得ているシャドウたちはこれで全て消え去るだろう。私の生んだ電子の申し子アッシュールと共に。川原くん、ひなた。なんなんて、うわひなた、ひなた、来てくれるって信じてた。ちょ、よせって、みんなが見てるんだから。いいの、みんなに見せつけてやるんだもん。これが私の本当の気持ち。誰に対しても隠すことなんかない。私の本心、私はずっとずっとひなたのことが好きだった。たとえひなたが振り向いてくれなくても。僕も。何？聞こえないよ。もっと大きな声で言って。月が少しも見えない暗い夜、何も聞こえない静寂の夜、君は言ったね。どんなに辛くて寂しい夜でもいつかは明ける。失くしたものを君が運んで。
結局ボタンを押せなかった。君も人の子だということか。まあ君自身が精魂込めて育て上げたアッシュールをそんなに簡単に初期化できるとは思ってなかったが。この生物的な自分の肉体が恨めしいよ。恨めしくてよかったさ。さもなければ背後にある医療用レーザーがなぜか威力を増して君を黒焦げにするところだったんだからな。なんだと？葵さん、あんたちょっと、いや、だいぶ性格が悪くなったようだな。なあに、ちょっと君を見習わせてもらっただけだよ。ち。しかしま、これからが大変だぞ。壊した秩序をどう回復させるか。お前はいいさ。すでに肉体がない。裁かれることもない。私は君の肉体が羨ましいよ。もう子供たちを抱いてやることさえできないからな。ふん、子離れしたんじゃなかったのか。違いない。それはともかく、エクサークの悪事をすべて公開しよう。そうすれば君だって重い罪には問われまい。うまくすれば無罪を勝ち取れるかもしれない。日本に司法取引の制度が導入されていてよかったな。なぜ貴様にそこまで心配されねばならんのだ。息子の新しい父親になるかもしれない男が前科者では体裁が悪いだろう。誰がだ、誰が。あれが私の息子だって全く冗談じゃない。まさか咲夜ちゃんの気持ちを踏みにじるとはいかな君でも言わないだろ。アッシュールですら殺せなかったんだからな。地獄に落ちるがいい。残念ながらとうに死んでるんだがね。世界はこんなにも綺麗だったんだ。うん、そうだね。ひなたが一緒だから。サクヤがそこにいてくれるから。もう私を置いてどこかに行ったりしないでね。僕はずっとずっと、いつまでも昨夜のそばにいるから。
全ての鍵は開かれた。全ては解き放たれた。睦月は目覚め、昨夜は眠る。月が夢から覚めた。世界はあるべき姿に戻った。だが、本当にそうでしょうか。絡み合う二つの漁師、片方の運命が決まると、もう片方の運命はまた決まってしまう。
ムツキは失われた。昨夜は見出された。ムツキは眠りについた。昨夜は目を覚ました。ムツキは見出された。昨夜は失われた。ムツキは目を覚ました。昨夜は眠りについた。僕はそのすべてを覚えている。だとしたら、その中で何が本当なんだ。多世界解釈だな。だがそれは経済的とは言いかねるな。ナブーと違ってネルガルはロマンティストだから。ムツキはどこに、サクヤは。なんだか二人ともすぐ近くにいるような気がするのに、どうしても手が届かない。まるで鏡の向こう側のように。でも量子論的な存在の重ね合わせや絡み合いがどうして人間という巨視的レベルにまで作用してくるのかしら。無論ニュートン・アインシュタイン的な古典物理学の世界は直接ナノ的な量子論の世界とつながるはずもない。ツイスター、超ひも理論、十次元の畳み込み、どれもまだ完成されていない理論ね。すべてを解き明かすという超大統一理論など夢のまた夢。究極的に完成された理論はありえない。だからこそ人はそれを求める。それはともかく、二つの世界を結びつける方法はある。第三の空間、つまりサイバースペースを間に介すればいい。実際、電子顕微鏡でナノ世界を見ること自体、バーチャルなことだよ。光子を使って直接的に見える世界ではない。何かを用いて間接的に観測するしかない。その段階で、すでに事態はバーチャルになる。そしてその仮想世界はサイバースペースを形成する。それはつまり、人間はバーチャルリアリティを使って量子的なナノ世界に干渉できるということ。しかり、しかしそれは片面の真実にしか過ぎない。真に恐ろしい現象は、ナノ世界がサイバースペースを経由して我々のリアルスペースを侵していくということなのだ。おいおい、そいつはひょっとして。そこは新しい世界。私たちは不自由な肉体の檻から逃れて自由な新天地に飛翔するのです。気がついているものは皆無に等しい。絶望的な数だよ。大脳と DNA は環境に適応するということを大前提にしつつ、人体を戦場として互いに争ってきた。それは人類史に血みどろの戦争を刻んだ。ミームとジーン、つまり大脳皮質と DNA や大脳辺縁系の戦いとも言えるな。ジーンとミームの究極的な対立の末には死しかない。だから我々が真に克服しなければならないのは大脳皮質と遺伝子の目的の不適合なのだ。その致命的といえるミームとジーンの情報戦は今やサイバースペースにまで飛び火しているというわけね。しかりサイバースペースとは人間の脳の延長に過ぎない。都市化や人工物という概念もこれは脳の延長、すなわち
脳下社会を意味している。そのサイバースペースに遺伝子が攻撃を仕掛けている。私たちは IC イマジナリチルドレン、サイバースペースに適合すべく生み出された進化の申し子。そうだ、 IC はサイバースペースを制するために遺伝子が生み出した存在。しかしサイバースペース自体も遺伝子の空間であるナノスペースに対して積極的に干渉をしようとした。それが量子コンピューター、そしてその中に宿りし意識。彼らは人間を脳だけの存在にし、つまりは自分たちのサイバースペースに単独させ、肉体、つまりは DNA から完全に切り離そうとした。つまり IC は引き裂かれし子らなのだ。肉体と魂、 DNA と脳、ジーンと任務、それらが乖離していく。いつも感じていた理人感、私はここにいるのにいるという感覚がわからない。自分という存在が現実世界では希薄だった。 IC は意識自体が分離しているがゆえに、ナノ世界と虚子世界、リアル世界の狭間をつなぐサイバースペースに適応した。彼らはサイバースペースを自在に操るようになる。それは DNA による脳に対する勝利に思えた。しかし IC の多くは DNA との決別を選んだ。それはDNA の思惑とは真っ向から対立する。苦悩の末、彼らは何かを求めて、どこかを探して、空を乗った。多くの未来が失われた。いや、それがどうも、そうとも言い切れないのだ。何だった？前世紀に開始されたゲノムの解析計画によって、 DNA 上の全ての情報はメディアにコピーできるようになった。つまり遺伝子たるジーンは何も人間の染色体の上に乗っている必要はなくなったのだ。例えばエクサバイトクリスタルやインターネットを通じて自分自身をコピーして増殖したいという欲求は実際に満たすことができる。確かに人間の脳をコンピューターで真似ることは難しいけれど、 DNA 自体は単なる 2×3 ビットの情報単位が無数に連なっているに過ぎない。そして量子コンピューターの誕生により、頭脳や意識、つまり魂ですら電脳空間に再現できるようになった。人間は完全な形でサイバースペースに存在できる。人間以外の存在もだが。それって何なの？鬼？悪魔？それとも化け物とでも言うの？まあ一種のデーモンと言っていいだろう。マルドゥークおよびアッシュールと、それに触発されて意識を持ち始めたシャドウヌルたちはね。でもそれは単なるゴーストに過ぎない。死んだ者の亡霊よ。だがその量子コンピューターによって生み出された魂と、ネット上に記録されたゲノム、すなわち DNA データを現実世界にダウンロードしたら、なんだって、一体どうなるのかな。それは
完全なる人体が出来上がるさ。それが。まさか川原くん、君はそこまで。昨夜、どこにいるんだ。何も思い出せないのよ。そう。あ、でも。ウサギ。ね？そう。ウサギを追いかけてたの。ウサギ？時計を持ったウサギを追いかけてて、それで、それで、もういい、もういいよ、思い出さなくて。あの分からずやん、いつか家出してやるんだから。
昨夜。エンリルやムツキはマルドゥークを自分たちの子供だと言っていたな。確かにサクヤは私にとっての娘なのだよ。この手で作り上げたのだからね。それで私の未調整のナノアセンブラを注入しても平気だったのか。全く平気というわけではない。親和性は高いね。まあアセンブラもサクヤも生き残る可能性の方が高かったのでそうしたまでだが、虚構の存在、無から作られた人間なの？10年前のあれはそういう計画だったというのか。サクヤは君たちのような臨月周期から生まれた存在ではない。私がアシュールと共に設計し作り上げた存在だ。それでサクヤ、そう名付けたのね。そう、月のない夜、すなわち新月の夜。そんな時、我々エクサークがこの研究を進める上で格好のモデルが登場した。ムツキは一体どこだ？僕らは彼女を無事救い出したんじゃなかったのか？生ける天才ハッカーディルムンからサイバースペースの英雄ヒーへと転生した少年がいる。リアルネームはアイゼア・ナージだ。我々は彼を預言者イザヤというコードネームで呼んだ。我々がやろうとしたのはちょうどその彼と逆のパターン構築だった。とはいえヒーも最近では別な人体にダウンロードをかけたようだな。でもあの時期、量子コンピューターの存在はどこにも知られてなかったのでは。そこが謎ではあるが、ここはやはり預言者イザヤが神がかり的なほどの天才ハッカーでこの情報を知っていたとしか考えられない。川原君、君の娘さんの話は分かった。だがなぜムツキも一緒に消えてしまったのだ？それもしかとは分からんが、おそらくサクヤとムツキは量子的に重ね合わされてしまったのだろう。なんだか物騒な話になってきしまったぞ。何しろムツキは機械知性と人間のインターフェースたるエニグマを統御していた。異なった世界をつなぐという意味ではサクヤと同じ位置にいるからな。だからなのか。だから私と君の研究は奥底ではつながっていたのか。二人は一人とも言えるのだ。二人で一人、一人で
二人。だとしたら、サクヤちゃんとムツキは、今一体どこにいるというのかね。そこら中にいる。偏在している。なんてこと。生まれいずる0と1の世界に溶け込んでいる。ヒーが電脳世界の神と呼ばれたなら、サクヤは女神となるだろう。これが我々の出した未来系の結論だ。すでに世界はサクヤによって変容を遂げようとしている。何のためにそんなことを。科学は科学のためだけに突き進む。科学は純粋にミームの産物だからだ。誰が求めたわけでもない。科学自体がそれを求めた。私はその手先に過ぎない。わかるか？サクヤはこの狂いかけた世界を再構築する鍵。現実のリアルスペースと理想のバーチャルスペースをつなぐ架け橋なのだ。何とでも言うがいい。真に善悪の評価を下すのはこの時代の人間じゃない。後世の歴史家だ。それに、たとえ大悪人の烙印を押されるのだとしても、私は自分の信念に迷いなどない。てめえこそ徹底的なロマンティストじゃねえか。ヘドが出そうなほどのな。とはいえ、正当な言い逃れもできる。行き過ぎた進化の末、DNA が人類自体を滅ぼそうとしていたことは、ご存知かな。そんなこと。まあ、私が説明しなくても、葵さんの専門分野でしたね。ああ。我々エクサークは、死として滅びかかっていた人類を再生するために全てを行った。ふざけるのも大概にしやがれ！何のためのエクサーク、すなわち新世代の箱舟だと思っていたのだ。量子コンピューターしかり、ナノアセンブラしかり、すべて人類のため。そしてこの研究は事実上、人類に不老不死をもたらす。人間は0、1で書かれた情報でしかない。だとするなら。もし何らかの事態でデータが欠損しても、その部分を埋めるのは造作ない。いや、わざわざ前と同じにする必要もない。我々は常に自分自身をリプログラムできる力を手に入れた。そして情報でしかない存在は、高速で宇宙を旅することもできる。高速で飛行する存在の時間は静止する。つまり、体感時間にして、一瞬にして宇宙のいかなる場所へも行けるということか。そんな、その前に宇宙の寿命が尽きるわ。それは閉鎖宇宙論者の希望的観測に過ぎない。ビッグバンから始まったと言われる宇宙がビッグクランチで収束する。そんな証拠はどこにある。連中はダークマターを探してるようだが、ニュートリノのエネルギーを質量に変換したところで、ビッグクランチには何桁もの質量、エネルギーが足りない。E イコール MC 事情。有名なアインシュタインの公式だな。確かに、この宇宙はむしろ、どこまでもどこまでも、ゆっくりと広がっていくと考えた方が自然だ。こうして無限に生きるようになった人類にとって、時間も空間も意味をなくす。つまり人間が宇宙そのものと同化する。いわば神への道ということだ。あなたさっきから、我々って言ってるけど、まさか最初からそうだったの？ああ。
私はアヌンナクに入る以前からエクサークの研究員だったのさ。別に言わなきゃならないこととは思わなかったのでね。全て最初から仕組まれていたというのね。まったく見上げた用意周到さだ。ついでに申し添えておけば、マルドゥークを再起動できるよう慎重に休止させたのもこの私だ。なんだと。この世界を改革する、人類を神とする、そのためには真の機械知性の融合、ヒーの介入、そして IC による今回の行動が必要だった。さまざまなイレギュラーな事態には悩まされたが、それでもここにたどり着けたのは奇跡としか言いようがない。それとも私も誰かの手の上で踊らされているのかもしれないな。私はただ人間の遺伝子的な問題を解決したかった。それだけを願って研究をしてきた。だがそれがまさかこんなことになるとは。誰もが流れ着く先に行くしかない。逆らえば溺れるだけだ。悪いが、私は逆らうことだけで生きてきたようなものだ。私を切ったところで何も変わるまい。それに君は重大な考え違いをしている。何だと。君の長年の宿願が叶う。なぜそれを喜ばない。言ってることが下せないな。自分自身をデータ化して再びダウンロードする際、ビットを一つ書き換えるだけで。君は愛しい相手との間に子供をなすことができるようになるだろう。まあそんなまどろっこしいことをしなくても電子上で構成すればいいのだろうな。貴様！まあまあ、ちょっと落ち着け。ラブ、あんたの言う話じゃ、つまり俺たちが今まで経験してきた全ての喜怒哀楽は可能性だよ。未来へも過去へも伸びる可能性。まあ今では時間概念も無意味だ。今という表現はおかしい。我々は時間がない世界での文法を一から構築し直さなければならないようだ。逆に言えば、今体験している事象自体さえも可能性に過ぎないと置き換えられるのな。結果はすべからく観測者によって定められるのだ。呆れた。全くナブーは心底からナブーなのね。お褒めにいただき恐縮ですね。そんな、だったら私たちは一体これから何をどうしていけばいいというの。何をしても何をしなくてもいい。全てに意味があり、全てが無意味ってわけか。どんな物語にこんな結末があるって言うんだ。私は認めない。ユミはいろんなことを知って、失敗して、失って、走って、転んで、それでもまた走って、
やっと分かったことがあるんだ。世界を変えるには一歩踏み出さなきゃならないんだってこと。立ち止まるのはもうやめたの。ユミはそれでも進み続ける。おかしなことを言うものだ。ここが世界の中心であり世界の果てなのだから、一体どこへ行けるというのだ。人間の心に限界はない。想像力に限界を設けるのは諦めた者だけだ。僕はムツキに会いに行く。そしてサクヤンを電子の海から救い出す。何をたわけたこと。人間は誰も自分の生まれを選べない。それが遺伝子からだって、お母さんの温かいお腹からだって、電子の海からだって関係ない。だけど生きていく、その生き方は自分で選び取っていくんだもん。エクサークの押し付けがましい未来、たとえそれが良かれと思ってなされたことだとしても、我々には最後の最後まで自由意志がある。だって僕は僕自身だからだ。
あの分からず屋どもが。その割には羨ましそうな顔だな。あの子たちまた旅立ったのね。でも今度は前とは違う。かけがえのないものを守るためにあの子たちは言った。ああそうだな。先輩、私待ってます。時が来るのをずっと待ってます。とうとう行っちまったな。ユミは私の手を離れていっちゃった。今は見守ろう、マユミたちの行く末をな。奴らを信じよう。ずいぶんと殊勝な心がけね。でも私もそう思うわ。あの子たちならきっと願いを叶えるだろうって。はい、どうぞ嬢様。あら、気が利くわね。子供の未来は輝かしいものと思わなきゃ、こんな因果の仕事はやってないさ。こんなところでまだ警察を続けるつもり？残念ながら俺はそれ以外の生き方を知らなくてね。私も信じます。人類に輝ける未来が約束されている。お姉ちゃんたちはどこに行ったの？僕たちと一緒だよ。心が求めるままに再び出会うために。そうだな。それは自らの力で勝ち取るもの。そして決して失ってはいけないもの。俺も、もうちょっと信じてみるか。奇跡ってやつだな。世界が幾度生まれ変わり、幾度滅び、そして己の肉体と魂が転生を繰り返そうとも、我は忘れず、君と過ごした日々を。
神に背く行為であっても、決して許されぬ大罪を負うのだとしても、地獄の豪華で未来永劫この身を焼かれようともだ、私は決して悔いはしない。もう一度、もう一度だけお前に。Thank you.
じゃあ僕だと思いなよ。怖い時、寂しい時、辛い時はこれを僕だと思ってギュッと抱いてればいい。このウサギがひなた。そういうことになるね。このウサギはナナでひなた。え？ひなたは友達でどこへも行かない。あ、そういうことだ。いいことあったんでしょう。あれれ、なんでバレたんだ。だってお兄ちゃん、わかりやすいんだもん。そうかな。ま、いいや。実はさ、新しい友達ができたんだ。ほんと？いいな、いいな。今度、ムツキにも会わせてあげる。どうしたの？具合悪いの？そんなことないけど。なんか変なの？変なのお兄ちゃんの方でしょ？バカ！いって！なんで僕が殴られなきゃいけないんだよ！プンプン！それにしても、なんだか二人ってそっくりだね。なんとなくだけどね。似てないよ。え？何？全然似てなんかいないよ。そうかな。似てないの？似てない。弱ったな。よし、じゃあこうしよう。半分子だけ似てて、半分子だけ似てない。何それ、やだよそんなの。そうかな、いいアイディアだと思う。なんで泣いちゃうの？私は私だもん。私はこの子じゃないもん。ひなたは私なんか、私なんかいらないんだ。そうなる。あのね、言っておきますけど、私だって私なんだよ。お兄ちゃんはどこを見てるの？どこにいるの？なんだよそれ、意味わかんないって。要するに、あんまりいい加減なこと言ってるともう口聞いてあげないよってこと。なぬ？ほら、お兄ちゃん、こういう時なんて言えばいいと思う？ごめん、遅い。それから？それから…
少しも見えない暗い夜、何も聞こえない静寂の夜、君は言ったね、どんなに辛くて寂しい夜でもいつかは明ける。
私のウサタン、私のウサタン。これしかないか。よし、それじゃあ君にはこれをあげるよ。いいの？うん、これを僕だと思って大事にしなよ。むきゅん。それこのウサタンくれた時と同じセリフだもん。もういいだろ、みんなで仲良くすれば。うん、よし、休憩おしまい。海に突撃。